ですね、もちろん今日も福袋、はい、今日の福袋はこちら、なんか素敵なデザインの段ボールなんですけども、今回購入した福袋はシャトレーゼの福袋です。初めて買ってみましたこれそこくんがね、なんか見つけて、ちょっとごめんなさいね、あのそこくんが見つけてくれて、ちょっと今年買ってみようということで、そうちょっと明細はね抜いたので、あの今もう開いちゃってるんですけど、私は中身を見ていません。今回購入したのはシャトレーゼのオンラインショップで購入した糖質カットアソートセットの福袋です。4644円です。楽しみ。そう、シャトレーゼね、なんかあの糖質カットのお菓子がたくさん売っていておすすめですよって妊娠中にもね、コメントで教えていただいたんですけど、ちょっとあのシャトレーゼが近くになくて、お家の。なので、なかなか買いに行けなかったんですよ。でも今回こう福袋でね、こう買えたので、すごく嬉しいです。はい、ということで、今日はこちらを紹介していきたいと思います。よかったらご覧ください。それでは、スタート！はい、ということで、こちらです。じゃん、メルちゃん、メルちゃん気になる、じゃんじゃんじゃん、こんな感じ、メルが見てくれてる感じ。はい、ということで、なるべく中身を見ずに紹介していこうかなと思います。ちなみにこれ冷凍で届いてます。なのでちょっとあの急ぎ気味で早口になっちゃったらごめんなさい、溶けちゃうかもしれないこれ。はい、まず一つ目いきます。こちら、あ、パン、パンが入ってた。糖質 82% カットのテーブルパン。あ、嬉しい。パン嬉しい。なんか、あ、パン嬉しい。朝ごはんになるもんね。嬉しい。お菓子だけじゃなくて、なんかいろんなものが入ってるんですね。まあ、いろんなものっていう。アソートセット。うん、それがアソートセットだ。はい。で、どんどんいきます。次。こちら。パン、パン、パン。パンだ。これもパン。糖質 82% カットのテーブルパン。これ、ベーコンペッパーって書いてあります。これ、プレーンかな？プレーンとベーコンペッパー。ありがとうございます。朝ごはんになる。これは嬉しい。これ、どうやってお召し上がり方？室温で2、3時間を目安に解凍して、解凍後は当日中にお召し上がりください。解凍後に電子レンジやオーブントースターで温めていただくと、より美味しく召し上がります。了解いたしました。糖質 3.1g、こっちも。わー、これは嬉しい。パンって結構糖質が高いので、あの、カットされたパン、嬉しいですね。カットされた。はい、では次行きます。次は、こちら！ピザだ！ピザだ！糖質 88% カットのピザ。わ、いいじゃん。糖質 2.7g。食物繊維たっぷりって書いてある。なんか私お菓子だけって思ってたから、何回もこれ、このくだり何回も言ってますけど、嬉しい。お食事入ってるの嬉しい。朝ごはん、2枚入りだから、うん、コクンと私で食べられる。ほー、いいね。はい、では、どんどんいきますね。次は、じゃん、ピザごめんなさい、ちょっと中身見てないもんだから出てくるたびに驚く。さっきはなんだ、これは5種のチーズ、これマルゲリータ、糖質 86% カット。チーズになると 88% カットしてくれてるんだけど、マルゲリータになるとちょっと 2% 繊細 2% 繊細。すごい、ピザが入ってた。これ嬉しいですよね。なんか朝の食事になるから。うん。嬉しい。まあ、ずっと嬉しいって言ってるけど、そろそろ甘いものが食べたい、私は。うん、なんか、甘いものが欲しい。どうかな、次。いきます。どうかな。あ、でもこれ1個箱になってるから、あ、こっちこっち、これか。じゃあ、ピザマルゲリータ2。甘いものが欲しいって言ってごめんなさい。嬉しいのよ。ピザ嬉しい。冷凍ピザすごく嬉しい。あ、マルゲリータ。美味しいのかな？マルゲリータ2も入ってたから。マルゲリータ2も入ってたから。でですね、次が、あ、これどうかな？こちら。パン、パン、ピザ、ピザ、ピザ、ポーチ。あれ、シャトレーゼさん、ポーチも出されてるの？エコバッグかな？あ、エコバッグだ！かわいい！いちごマークのトラックと、ショートケーキだ。あ、なるほど。あ、いいじゃない、いいじゃない。袋がちゃんと一緒になってるタイプ。あ、
いい、横に広いタイプのエコバッグで程よい大きさですね。これあれですね、これ持ってシャトレーゼに買いに来てねっていうね、シャトレーゼさんからのメッセージを感じる私は。うわー、あ、しまった、興奮して開けちゃったから、これどうやって入ってたかわかんない。うわ、閉じられるかな。ちょっと待ってください、うまく片付けられる自信がない。ちょっと元に戻らないんですけど、エコバッグが入ってました。またね、ブラックのカラー嬉しいですよね、使いやすそう。はい、いきます。次はこちら。これは甘いものの予感、期待大。いっぱい入ってる、これは嬉しい。見ていきます。まずはじゃん、糖質 86% カットのどら焼き2つ。うわー嬉しい、どら焼き糖質オフだから罪悪感なく食べられる気がする。だってもうね、商品名に糖質 86% カットのどら焼きっていう商品名がこの名前だから、ただのどら焼きじゃないから。では次いきます。なんかね、2個ずつ入ってるので、ちょっといっぺんにお見せしていきますね。次こちら、糖質 50% カットのチョコクリームエクレア。美味しそうだし嬉しい。糖質もね、すごく低いです。これも 7.1、 このどら焼きは 5.3g です。すごく低い。妊娠中にね、コメントでシャトレーゼの糖質カットのお菓子おすすめですよって教えてくださったんですけど、こういうものですかね、おすすめのもの。なんかいっぺんにおすすめを食べられるのがすごい嬉しいです。わー、これは嬉しい。はい、では次いきます。次1つ、こちら、糖質 50% カットのダブルシュークリーム、糖質 9.4g。 わー、これもうなんかいっぺんになんかシャトレーゼの糖質カットの美味しいものが食べられる、嬉しい。次もすごく美味しそう、糖質 72% カットのスフレチーズケーキ、糖質 5.2g。 すごい、なんだろう、全部糖質カット数が違う。 86% とか 72% とか、繊細、数字が繊細。次いきます。こちら、これ美味しそう、糖質 82% カットのプリン、キャラメルナッツクリーム。うわ、これすごい食べたい、これすごい食べたい。糖質 2.6g、 すごい、これは嬉しい。私プリン大好きなんですよ。そして糖質 82% カット、 2%、 繊細、数字が繊細。わわわわわ、食べたい食べたい食べたい、これも食べたい。はい、次いきます。次2つ入ってる、これも美味しそう。じゃん、糖質 86% カットの濃厚チョコショートケーキ。わー、 86%、 数字が繊細。うん、そして糖質 4.9g っていうね、すごい。これはまだ食べてないですけど、これはダイエット中とか糖質カットをしたいなっていう時に、もうほんと神様みたいなものですね、甘いもの好きにとっては。次が最後、アイスクリーム3つ入ってるんですけど、ちょっといっぺんにお見せしようかな。こんな感じで3つアイスクリームが入っていました。これが糖質 70% カットのアイスです、3つとも。で、これが京都宇治抹茶、そしてこれが、マダガスカルバニラ、そしてこれがベルギーショコラっていうね、ただの宇治抹茶じゃない、京都の宇治抹茶、ただのバニラじゃない、マダガスカルのバニラっていうね。マダガスカルのバニラってどんなバニラなんだろう、これはこれで気になる。で、これがベルギーのショコラです。ただのショコラじゃない、ベルギーのショコラですから。はい、だから全部ね、これ 70% カットされていて、糖質が、で、糖質 5.0g です。全部嬉しい。なんか全部嬉しい、もう幸せしかない。今開いた中にはいいですね、シャトレーゼさんのこの福袋。多分これ糖質カット以外にも福袋あると思うんですよ。糖質カットされてない詰め合わせの福袋もあると思うんですけど、それもすごくきっといいんだろうなと思いました。今回はコクンさんが私のことを気を使って、多分糖質カットを選んでくれたと思うんですけど、逆に気になる、他のもきっと福袋があったらすごくお得だと思います。わー嬉しい。はい、全部中身を並べてみました。ピザとかね、パンとか、あとこう甘いものとか入っていたもの、すごくバランスがいい。そしてこのエコバッグも入っていました。はい、シャトレーゼの福袋を紹介したんですけれども、今日から少しずつ食べられる時に食べられるものを紹介していきたいなと思って、すいません、もうすっぴんで
もうすっぴんでですが、まずはねこの2つ食べてみようかなと思います。糖質 86% カットのどら焼きと、あと糖質 50% カットのチョコクリームエクレア、はい、これもうね解凍してますので食べてみたいと思います。そう、ちょっとお正月のお休みの間はね、で全部は食べられないかもしれないんですけど、なるべく紹介したいなと思います。どら焼きから。これがね糖質 5.3% っていうね、もう本当にすごい。あ、どら焼きだ。ではいただきたいと思います。美味しいです。細かいこと言ったら、この生地はもちもちっていう感じではないです。若干パサつきはあるものの、中のあんこも甘すぎず美味しいし、満足できる。これで生地とかってねすごく糖質が高かったりするし、あんこももちろん糖質高いと思うんですけど、すごい美味しい。あんまり甘くないどら焼きだね。甘すぎない。でもね、どうしても我慢できない時、うん、どら焼きが食べたくてしょうがない時に満足満足できるよね。そうなの、そうなの。では次、糖質 50% カットのチョコクリームエクレア。なんかこんな感じで、はい、いただきます。おいしい。これいいね。おいしい。おいしいね、うん、本当に糖質カットされてるのって感じの味。うん、本当に甘さもしっかりあるし、おいしい。うん、おいしい。今日食べようと思ってるのがこちら、糖質 72% カットのスフレチーズケーキと、糖質 86% カットの濃厚チョコショートケーキ。ではですね、チーズケーキからいただきたいと思います。いただきます。すいません、このままでお皿にも乗せずに。いただきます。美味しい。すごいしっとりしてる。パサパサとかじゃなくて、しっとりしたスフレチーズケーキ。本当にスフレですね。かくんさんが今食べました。すいません、もうボロボロ最近全然メイクしてない。うん、美味しい。うん、あ、なんかチョコの方ちょっと金箔らしきものが乗ってる。細かなお気遣いありがとうございます。はい、ではこちらチョコショートケーキいただきたいと思います。こうやってね、卵巣にもなってますね。いただきます。美味しい。これなんか、あ、美味しい。エクレアに続きシャトレーゼさん、このチョコ系のお菓子すっごくめちゃくちゃ美味しいです。あ、美味しい。美味しいね。チーズのケーキよりもこっちのチョコショートケーキの美味しい。うん、今暫定2位だこれ。あ、エクレアが1位。1位。うん、私こっち1位でもいい。うん、うん、すいません、こんなこんな格好で。はい、今日はですね、ピザ糖質 86% カットのピザマルゲリータをいただきたいと思います。で、今オーブントースターで焼きました。こんな感じ。美味しそう。香りもすごく美味しそう。ちょっといただきたいと思います。くるじゃさアルミホイルにガビガビにくっついてるはい、ではいただきます。もちろんものすごくクオリティの高いものを求めたらダメです。パンっていうの、パンって土台がなんか独特な味がするけど、ちょっとパサつきもあり、粉っぽさも若干ある。うん、でも十分美味しいです。どうしてもピザが食べたい、うん、我慢できないけどダイエットもしたいっていう人におすすめかもしれない、どうしても我慢できない時、どら焼きが食べたくてしょうがない時におはようございます。もう毎日同じ格好でごめんなさい今日ですね、今日はパンを焼いてみました。2種類入ってたんですよ。このベーコンが入ったパンと、あとノーマルなプレーンパンが入ってたので2種類焼いてみました。なのでちょっと食べてみたいと思います。プレーンから。熱っ。なんか熱いです。はい、こんな感じで。ではいただきます。ちょっぴり乾燥気味。中身がっていう食感ですね。いや、これでね、あれだけ糖質がカットされてるんだったら、もう本当に満足っていう感じ。ではもう一つ食べてみます。あ、中にベーコンが入ってるんですけど、いただきます。ベーコンの方が食べやすいと思います。そう、プレーンの方は、
あのジャムをつけたりとかバターをつけるとより一層美味しくなるなって感じるようなあの味だったんですけど、ベーコンはねそのままでも美味しくいただけるかなと思います。食感としてはプレーンと同じ感じでも美味しいです。どちらも今ですね電子レンジだけで温めてみたんですよ。さっきはオーブントースターでこうちょっと食べかけすいません焼いてみたんですけど、電子レンジだけの方が美味しかったです。あのふわふわ、こちらの方がふわふわでちょっとこうもちっとした感じもあるので、電子レンジの方がおすすめかも。パン食べるときは、はい、今日はですね糖質 82% カットのプリンキャラメルナッツクリームを食べてみたいと思います。こんな感じ、美味しそう。クリームが乗ってて、ではいただきます。美味しい。このキャラメルナッツクリームがいい味出してる。プリンはねあっさりめ、あの商品名出していいか分かんないんだけど、プチンプリンみたいなプリンで、あのこのクリームとの相性がすごくいいです。はい、ということで、なんかすみません、あの試食シーンほぼすっぴんですみません。もう恥ずかしい恥ずかしい。そうでもあれがリアルだから、はい、ということで、あのいくつかね試食させていただいたんですけど、個人的に私がすごく美味しいなって思ったのがやっぱりチョコレート系ですね。エクレアとかあとチョコレートケーキすごく美味しかった。今回ねこのシャトレーゼの糖質カットの福袋すっごく良かった。なんかいろいろ試せてなんかすごくお得でしたね。なんか嬉しかった。甘いもの大好きだからなんか罪悪感なくたくさん食べられて嬉しかったです。またね買ってもいいなって思いました。お値段的にはちょっとお得なのかっていうのは調べてないんですけど、もうあれだけねたくさんのものが入ってたので満足、満足です。で福袋とはまた別にねなんかチョコレート系のものはまた買いに行きたいなと思います。はい、ということでシャトレーゼの糖質カットの福袋を今日は紹介しました。少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。コクンさんはねエクレアが1位だそうです。私はエクレアとチョコレートケーキ悩んでる。ぜひねまだ食べたことないよという方はね召し上がってみてください。